M91 は、髪の毛座にある、ボーウズ巻き銀河である。シャルル・メシエが、カタログに記載する際に座標を間違えたことによって、長い間失われた天体となっていた。1781年3月18日に、シャルル・メシエによって発見された。メシエはこの夜、球状星団 M92 と8つの銀河を、発見している。メシエは、乙女座で星のない星雲。 M92 先行。これよりかすかと記している。しかしメシエは、M91 の位置を算出する際に、M58 を基準としたつもりが、誤って M89 を基準としてしまった。この誤りによって、M91 は長い間見失われた天体となっていた。1969年に、テキサス州フォートワースのアマチュア天文家、 ウィリアム C ・ウィリアムズによってこの誤字が指摘され、21世紀現在では NGC4548 が M91 であるする説が受け入れられている。なお NGC4548 は、あとの1784年4月8日に、ウィリアム・ハーシェルによって独立発見されている。NGC4548 と同定される。以前は、 優秀なコメットハンターであるメシエが銀河と彗星を見間違えたのだとする説や M58 を重複して数えてしまったとする説、NGC4571 であるとする説などが候補として挙がっていた。ありがとうございます。